はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、実験、コカ・コーラのアイスブレイクチャレンジを空き缶でも可能、LINE ポイントが20ポイントもらえるかやってみたということで、先日ですね、動画で紹介したコカ・コーラのあのアイスブレイクチャレンジなんですけども、それを自分自身が飲んだ空き缶で、次の日キャンペーンに応募できるかっていうのを試してみたので、そちらをお伝えしていこうと思います。で、ちなみに前回の動画を見てない方がいましたら、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、先にそちらをご確認くださいませ。ということで、早速キャンペーンのおさらいなんですけども、こちらですね、アイスブレイクチャレンジ1日1回ゲームに挑戦すると、氷のコカ・コーラボトルや LINE ポイントが当たるということですね。で、今回は、まあ簡単な条件設定ということで、まあ書いてる通りですね、1日1回とあったので、新たにコーラを購入しないといけないのかなと思ったんですけども、今回ですね、お題の通り条件を簡単に設定して、まあ一度キャンペーンに使った缶でも、まあ次の日でも応募できるのかっていう、ちょっとしたくだらない条件でやってみたいなと思います。と思ったんですが、なんとですね、映像が撮れてなくてですね、もう写真とスクリーンショットしかないんですけども、実際にやってみた結果は、なんと、キャンペーンに応募ができたプラス、LINE ポイント20ポイントが当たっちゃったんですよね。で、こちらの通りですね、当選履歴も見れるんですけども、ご覧の通り、2日連続で LINE ポイントが20ポイント当たってますね。これは嬉しいですよね。しかも今回のキャンペーンの応募期間というのが、6月の17日から12月の31日までなので、まあまりこのキャンペーンの CM とかも、まあ僕もめったに見てないので、今のうちに本当にポイントをもらえるだけもらっておきたいなというふうに思っております。今回のキャンペーンの簡単にまとめると、アイスブレイクチャレンジ用に購入したコーラの容器は、まあキャンペーンの再利用は可能ということと、あとは抽選なので当たらない場合もあります。で、今回は僕はたまたま2回連続当たっただけなので、もしかすると当たらない場合もあるということですね。そして、やりすぎちゃうと糖分を取りすぎちゃうということですね。ご存知の通り、コーラは砂糖がとにかく多いので、まあ控えめにということにしておいた方がいいかなというふうに思います。まあ僕が言うのもあれって感じなんですけども。ということで今回はですね、キャンペーンで一度使った缶でもアイスブレイクチャレンジができるかっていうことの検証でした。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。